まずは水戸ホーリーホック、ゴールキーパーは山口、フォーバック右から村田、山田は19歳、4試合目の先発、43番は鈴木、左には4番のタビナス・ジェファーソンです。中盤は真ん中に新里と高岸、右に杉浦、左には椿、2トップは9番の安藤、そしてここまで8ゴールは得点ランク2位の木下です。そしてアウェーの横浜 FC です。ゴールキーパーはブローダーセン、ガブリエルがいません。3バックは中村、岩竹、亀川です。左のウィング武田、右のウィング伊坂善、和田とハイネルのダブルボランチ、ツーシャドウは長谷川と渡辺一馬、そしてここまで14ゴール、ゴールランキングトップの小川は古巣との対戦に燃えています。この試合は J リーグが段階的に導入している声出し応援の運営検証試合です。声出し応援エリアに限り不織布マスク着用の上、声を出しての応援が認められています。受けるのは杉浦、どこに送るか、ニアサイド、ハイボール、リング押し込めるか、シュートはどうだ、これはポスト、そしてもう一つ後ろから水戸ホーリーホックの波状攻撃。いや本当にキックの質良かったですし、まあ、この後も攻撃の波状を続けましたよね。さあ中央が空いて高岸、右に振る、ここに後藤田だ、後藤田ダイレクトで折り返す、いいボールが入ってきた、ヘディング決まった、21分先制、水戸ホーリーホック、エース木下、ド派手な豪快ヘディングシュート。いやこの後藤田選手ワンタッチ素晴らしかったですね。あとは体を預けながらの木下選手の芯がぶれないヘディングですけど、いやお見事ですね。今度は横浜 FC の攻撃です。ここに長谷川だ、長谷川のシュート、まあ、小川選手や渡辺選手はかなり背後を狙ってますからね。おチャンスですね。さあチャンス、さあチャンス、シュートは決めてきた、同点。決めたのは6番和田拓也、和田が実にゴール前を落ち着いていました。もうこの能力ですね、間違いなくこの判断からだと思いますけど、これボールをしっかりと奪う能力ありますし、まあ、ここでやっぱ最後シュート2羽の上ですからね、落ち着いてますよね。あこれはどうだ、オフサイドはないか、旗は上がらない、渡辺マイナスのボール、シュートは左に外れていきました、伊坂全員のシュート、決定的でしたね。いやシンプルに浮かせたボール、山田から加点。さあ渡辺だ、ワンタッチで右の伊坂へ、伊坂これもワンタッチでかわしていく、頭でコントロール、伊坂全員シュート、山口が止めました、まだある、今度は中村、渡辺のシュート、サイドネット外でした。さあまたいいボール、安藤がボールを引き出す、安藤打てるか、安藤後ろには木下、安藤シュート、ローダー戦の正面、20番の伊坂善、伊坂のクロス、今度は伊坂頭でつないで斉藤、裏を狙った、さあ中村だ、狙いすましたボール、押し込んだ、横浜 FC 逆転。まあ、伊坂選手から斉藤選手ですね、質の高いスーパースで出て、やっぱここにいるのは中村選手ですからね。中村選手の丁寧なもうクロス、横パスですかね、まあ、それに対してしっかりと決める、そこにいる小川選手、さすがですよね。さあどうだ、最後のチャンスになるか、1
ターは10番の金久保、グラウンダーのボール打てるか、右に振って、あーっと面白いアイデアでしたけどね、金久保が折り返したボール、山田、山田がオフサイド、旗が上がっています。ゴール前飛び込んでいった山田直央、最初のシュートはブロドア戦に止められましたが、その後押し込んだんですが、あっとこれは水戸ホーリーホックにファールがありました。横浜 FC ボールです。あ、そして試合終了のホイッスル、横浜 FC 逆転勝利。これで横浜 FC は7試合負けなし。